で、なんだかんだ会社を分割しますみたいないう、こう、2、3行読んで、で、これに異議のある方はいらっしゃいますか？今日もまんまちゃんの三原社長にお越しいただきますと、はい、いや、ね、7月26日に、午前中、あれ、いつもの会議の日じゃないのに会議に来てと言われて、行ったら、行って会議をしてたらドアがガチャッと開いたと。開いた。そしたら誰が入ってきたんですか？関西区の方が入ってらっしゃって、ほうほうほう、一番角の席にドーンと座ったんですけど、ほう、はい、その方はその前の週に、はい、僕とちょっと仲違いになっちゃって、ほう、関西区やめますって言ってた方だったので、ほう、1週間前に関西区をやめると言ってた方だったので、ほうほう、あれ来てると思って、でも話盛り上がってたので、はい、こうわーっと喋ってたら、はい、役員の人間が、はい、これより取締役会始めますと言い出すんですね。でも取締役じゃない人もいるけどみたいな、部長という人も2人ぐらいいたので、何と思ってたら、じゃあもう一人の取締役はスカイプで横浜本社とつながってて、はい、で、なんだかんだ会社を分割しますみたいないう、こう、2、3行読んで、はい、で、これに異議のある方はいらっしゃいますかって言って、僕は異議ありですと、なんだかよく分かんないし、異議ありですって言って、で、もう一人スカイフでつないでいる横浜本社の人は異議なしですって言って、それで、決まっちゃって、決まったと思ったら全員立ち上がっていなくなって、スカイプも切れるっていう、以上です。で、紙も初めて見たし、だから前もってなんかそういう何のあれもないから、なんかそんないきなりこうサプライズ取締役会で取り、あのサプライズ議案があるわけじゃないですか、うん、俺異議のある方って言って、そこで三原社長もちゃんと乗って異議ありっていうところが、そのなんていうか三原社長の人柄を表してるというか、おいなんだよって、おいって話じゃなくて、俺は意義あるよみたいな、そこがなんかあれですね。そうですね、なんか そんな感じですね、はい、それがその乗っ取りの当日みたいな。当日です。で、その前日にもうすでに全ての契約書に印鑑が押されてたそうですね、ほう、会社分割に賛成みたいな判子とか全部とか、あとは株がこう動くみたいな、株が動く、うん、持ち主が変わるってことですか？そうです。会社分割されて、その分割された会社の株が議案を読み上げた彼に行って、彼から違う会社にこう行くみたいな。その違う会社っていうのがその黒幕なんじゃないかってことですね、うん、そこへこう行くようにこう全部もう犯行を用意周到に、前日かなんかに持ってたみたいですね、なるほどね。いや、そこからどうなっちゃったんですか？一番最後のこの株がこう行く、ここの間の日付は後日付が書いてあるの、後の日付が書いてあるので、はい、その日付と日付の間に、はい、社長を私に変えるんですね。ほう、社長を私に変えて株主も MIS のままにしたんですね、分割された会社も。ほうほうほう。そこでその後の契約書は後なので、その僕が社長になった後なんだね、無効なんですよね。あ、なるほどね、うん、代表者は違うからみたいな。そうですね、なるほどね。後半の契約が有効にならないように、うん、社長の座を取り戻してっていう手続きをしたってことですね。そうですね。はあ、なんか本当になんか ね経済事件というか、なんていうかね、そういう感じがしますね。そうですね。いや、わかんないんですけど、そのきっとその監査役の方もこうしないと会社は救えないんじゃないかと、うん、こうしなきゃいけないんじゃないかっていう、その正義感からやられたんじゃないですかね。そういうことはないんですかね。ただまあ話し合いをしたらいい、だったらあった方が良かったんじゃないか。ちゃんと話し合いをした方がいいのに、うん、急になんかね、何回かそういう話はあったんじゃないんですか？そういう話はないですね。なるほど。けどもっと会社をこうしたいみたいな話はあった？いや、そういう話はないですね。じゃあ三原社長にとってはそれは突然の話だったってことなんですね。そうですね。はあ、わかりました。
いや本当にね、なんかこういうことがあるんですね。じゃあすいません、僕がね予定からねちょっと多くなっちゃったんですが、もう一本だけちょっとはいお願いします。はい、